なあ、ゲームで決めるってのはどうだ？お前が勝ったら、おいらこの島に住む。何その眉毛。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年7月3日金曜日の午後1時42分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お、久々に。アイナトーン住民一同でお客様を歓迎しましょうね。では、本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかあれやね、飛び盛りの時に比べたら、キャンプ場に来る住民はなんか、なんていうの、頻度が落ちたような気がするね。一応来るっちゃ来るみたいやけど。ちょっと待ってね。お、マミーさん。ねえねえ、アイナさん。たまたま見た数字がゾロ目だと、なんだか嬉しくなっちゃいませんか？例えばデジタル時計を見た時に、偶然11時11分だったりしたら、何かいいことが起こるような気がして、念のため手帳にメモしてるんです。ジンクスってやつでしょうか、マミー。ええー。でも私なんか、たまたま見たらさ、4時44分とかいうこと結構あるんやけど。あれ、どれだ？お。夏の思い出をゲット。お。何かに使えるわけじゃないけど、昔はよくセミの抜け殻を集めてたなも。せっかくだから夏の思い出として集めてみるのも悪くないだなも。たぬきマイル、1000マイルゲット。肩書き抜け殻の存在。で、今日は誰でしょう。お、誰？オズモンド。よ、お邪魔してるぞ。オイラはオズモンド。コアラ最強の男だ。今日はこの島に武者修行を兼ねてキャンプに来たんだ。短い間だけど、よろしくな。わーい。なんか、ちょいちょいおるんかな。眉毛が繋がったキャラ。違う土地の空気ってなんか美味しい気がするぞ。スーハー、スーハー。へへ、体の中にアイナ島の空気を溜め込んでいっぱい持って帰るぞ。わーい。なんか服いいね、シンプルで。この島の浜辺って走りやすそうでランニングにちょうどいいな。ここでトレーニングで励めば、フットサルの一流選手になれる気がするぞ。わーい。引っ越してきなよ。いや、別に。どうかな。頑張ってね。おう、筋トレに場所なんて関係ないもんな。おいら頑張るよ。わーい。まあ、別に、なんか気が抜ける顔やね。え、でも可愛い、可愛い、可愛いっちゃ可愛いような気がするけど。キャンプみたいなストイックな環境で自分の限界に挑みたいんだ。あえて不便な生活すると普段使わない筋肉も使えそうだろ？わーい。なるほど、この子も筋肉系なのね。あ、もしさ、引っ越してくるとしたら、あれは？出ていくのは誰ですか？めっちゃ筋トレの話ばっかするやん。この島においでよ。ちょっとしてみよう。え、マジで？でも急に言われてもなぁ。あ、いいこと思いついた。なあ、ゲームで決めるってのはどうだ？お前が勝ったら、おいらこの島に住む。何その眉毛。ウォーミングアップにちょうどいいだろ？おいらと勝負してみるか？わーい。じゃあ、いざ勝負。よーし、じゃあカードゲームで勝負だ。これからおいらがカードを引くから、絵札を当ててくれ。よし、引いたぞ。このカードは、ハート、ダイヤ、スペード、クローバーのうちのどれか、ズバッと予想してくれ。わーい。やっぱりクローバーって言ってしまう私。ダイヤで。さーて、勝ち星をあげるのはどっちだ？はぁ、まさかの。クラブか、残念、外れだ。悪いけどお前の負けだ。おいおい、あんまり落ち込むなよ。本当にそこまででもないけど。ちょ、待って、誰が出ていくかが気になるんよね。ホテルマンの服いる。おいし、じゃあ早速始めるとするか。ルールの説明は OK です。いらないです。さあ来い。二択で来い。どや？なんで四択ばっかりなん？じゃあまたクラブで。来い。おお、マジで？何？クラブしかないんじゃないの？しょうがない。約束通り、オイラのホテルマンの服をやるぞ。オズモンドの優しさかな。今回はお前の貸しだけど、次は負けないからな。あの表情結構好きなんやけど、私。なんか、眉毛がうにょうにょうにょってなってる感じ。
そんな感じ。なんかホテルマンっていうよりは兵隊さんみたいな感じじゃない？どや、この島においでよ。そうだな。さっきは断ったけど、そこまで言われるとさすがに考えちゃうな。よし、お前の熱いアクファーに答えて、おいらこの島に引っ越してくるよ。そうと決まれば、早速ここの案内所に行って聞いてくるぞ。わーい。これで、誰が出ていくかによる。移住してきてもらうかどうかは。さあ、どう？おいらが引っ越せるように島の誰かと掛け合ってみてもいいか？わーい。いいよ、いいよ。え、マジで？じゃあさ、アンチョビはダメだ。なるほどね、今回はアンチョビなのか。なんかアンチョビやたらと押されるんだけど、どういうこと？あ、ヤッホー。あら、こんにちは、奈々だわ。お話ししよう。この時間帯はなんだかのんびりしてて、ちょっと眠たくなってくるわね、奈々だわ。まあ、ポカポカと、ポカポカっていうよりは暑いような気がするけど。お、ローランじゃねえか。ちょいちょいローランや。お、あれは、待って待って。何やったっけあれ。なんか黒鳥。大紫やった？お、ほらほら。そして、ヘイローラン。お、セミがおる。どうもどうも、私ローランと申すですか。床にシクラグを売るお仕事。はるばる来たです、遠くから。取り揃えてるラグの3サイズ。スモール、ミディアム、ラージ。柄を買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんた、なんか買うですか？ラグが欲しい。M で。はいはい、ラグはどのサイズにするか。S サイズ、1000ベル。M サイズ、1500ベル。L サイズ、2000ベルですけども。M サイズでお願いします。ふんふん、そのサイズか。では先に代金いただくです。さあ、どんなのが来るかなあんた、気に入る。嬉しい、あたし。よかった、よかった。さらに引き換え券もプレゼントするです。ラグを買ってくれたおまけとして。これを5枚集めたら、不思議な壁紙。お、ちょっと待って、ミイラとテフが来た。ちょ、早くローラン。はい、ありがとう。ちょっと待って。へい。やったね。やったね、チューリップ散らしたけど。よきよき。お、カジロ、ヤッホー。丸坊主で帰りたくはねえな、き。まあ、まだまだ、昼間やけんね。この先、釣れるんじゃない？お、アイダホは？休憩中？お前も座りたいって？えへ、ここはオイラのお気に入りだから、今はダメだぞ、の心。あれよね、この、主人公もさ、主人公というか、このプレイヤーのキャラもさ、地面に座れたらいいのにね。なんか、キャラの隣に座りたくない？そうよ、どんなラグやったかちょっと見たいけん。家に。そして、とりあえず敷いてみる。いい、それじゃあ。赤いシンプルマット。ね、ラグの種類さ、めっちゃ少なくない？ほら、一緒なんやけど。え、ラグの種類めっちゃ少ないよね。なーんかなー、なんかなーって感じよね。く。あ、そういえばね。ん？どこ行った？これね。純白のドレス。かわいい。そして純白のベール。よき。ね、よくない？こんな感じ。イエーイ。まあもう純ブライド終わったけど。この模様もめっちゃいいね。こんな感じです。ってことで、ちょっと今持ってる、この蝶たちを、売ってこようかと思います。ちょっと待って。あ、でも私今1万ベル持ってないんよね。ちょ、先に売るわ。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。どうもー。はい、皆さん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取ってくださいまし。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。ってことで、
この辺ね。これもいらない。確かに拾っとったんやっけ。うん、じゃあこんな感じで。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計6260ベルトのお買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ふぅ。ありがとうございました。ました。こんな格好で買い物に来るの何も思わんかったんかな。てか思うんやけどさ、飛び盛りん時さ、結構みんな、ベルみたいなの。ちょ、待て。ベルというか、金みたいなの外にさ、設置しとる人いっぱいおったけど、あつ森にはないんだろうか。あ、埋めてしまったじゃねえか、おい。く。なんかさっき誰か挨拶しよらんかった？ピコーンっておって、あ着たまんまでいてくれてるのね、その服。よ、アイラン。今日も会えたね、立ってね。おしゃべりしよう。ここ最近のうちは絶好調さ。今日の天気みたいにね、立ってね。よかったよ。今日も元気でいて、お、マミーさん。何？ちょっと、風邪ですか？ごめんなさい。なんだか、具合が悪いみたいで、ダフン。ちょ待って、お薬を飲んで。ああ、すみません。ご迷惑を、おかけしちゃって、ダフン。いや、全然いいんだけどね。持ち歩いててよかったよ。はい。大丈夫？ふぅ、助かりました。ありがとうございます。調子が良くなったような気がします。手持ちのものですみませんが、このシンプルドットの T シャツお持ちください。ありがとう。あれなんかな、マミーさんとかはさ、このカンガルー系の子たちは、服を渡したら何でもこうやってポケットがつくんか。シンプルドット。ん？どこ行った？あ、これか。シンプルドットの T シャツ。なんか、初期装備って感じじゃない？こんな感じじゃなかったっけ、初期。ちょ待って、この格好をするならこっちを外して。オッケー。超シンプルほら、ライオネル。木の枝持ってなかった、今。あれ？あ、ほらほらほら。また木の枝を持ってる子が増えてきたな。いや、元気かい、アイナくん。世間話でも。この時間ってどういうわけか口恋しくなるよね、まさしく。口恋しくなるっていうか、まあ普通にお昼ご飯を食べればいいんじゃないかな、時間的に。お昼やし。あれはミンミンゼミやね。よし、モニカ。お、何作ってるんだ？はーい、今、まあ、いいとこなの。まあ、いっか。どうしたの？アイナちゃん。あは。忙しそうだね。えへん。何を隠そう？あたいは、今、葉っぱのお面を作ってたとこなの。葉っぱのお面？絶対なんか怖い感じやん。昨日の夜読んだ漫画からアイディアをピコーンと受信してね。それを具現化してる最中ってとこ。あ、アイナちゃんも葉っぱのお面の作り方知りたかったりする？あは。一応、レシピを増やすために。あたいはそれっぽいからちゃんとメモしてあるんだよね。じゃあはい、レシピどうぞ。もうなんか私の頭の中に、めっちゃなんかムジュラの仮面みたいなのが思い浮かんどんやけど。さあ、とりあえず覚えますか。葉っぱのお面。ふんふん。葉っぱのお面レシピを覚えた。かわいい感じかな？不気味な感じ？うん、不気味な感じ。雑草10個でできるんやね。ふぅ、あれもちゃんときっと身につけれるんだろうな。さあ、ってことで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
さあもうなんか至る所からセミの鳴き声が聞こえてきよるけど、今んとこまだちょっとセミの値段とかがよくわかってないけん、もし高く売れるやつとかあったらね、またこれからいっぱい稼げそうやけど。